はい、皆さんこんばんは。本日は新宿東京、ごめんなさい、東京電車ライドは僕の番組だ、申し訳ありません。新宿バトレードボリューム2に来ていただきありがとうございます。ですね、本日の司会進行、あとですね、リングアナからなんだリングの、なんていうんですかね、実況、全部やらせていただきます。はい、東京デンジャラスナイトという番組から来ました、マロニーと申します。よろしくお願いします。東京デンジャラスナイトから参りました、月花です。よろしくお願いします。ですね、本日は、基本が格闘技ですよね、これ。そうだね。なので、ちょっと。格闘技でいろんなことやるっていうのを聞いてるんですけど。そうですね。はい、なので、ちょっと勢いに任せた、あれでいいかな、司会でいいかな。そんな感じで行こうかなと思ってるんですけど、わからないことは選手に直接聞いてくれって言われました。はい、そうですね、はい、なので少々技の、名前とか間違えてた場合も部員がなしにしてください。よろしくお願いします。はい、あとね、でっかい声で技名とか叫んでくれるとすっごい助かるかもね。そうですね、はいはい、解説したお客さん歓迎みたいな感じで、そんな感じでお願いします。絶対に私よりみんなの方が詳しいから、はいそうですね、そんな感じで行こうと思いますが、はい、そろそろじゃあ第一試合から行ってみましょうか。そうですね、はい、はい、第一試合は何でしょう。今日ね、業界初の試み、スリーウェイ20分一本勝負。すごいですね。なんかヨガ柔術とか書いてある。おお、すごいですね。スリーウェイ、スリーウェイ、3人で試合するということですね。そう、3人で。ヨガ柔術っていう人と、これが本当のラストサムライっていう人と、エル侍じゃないんですねはい、でね、この人総合なんです。すごいな。あ、来たね、伝説の空手家ですね。はい、小笠原和彦の片腕と呼ばれている男ですね。そうですね、はい、その3名を呼び込んでみたいと思います。はい、はい、ヨガ柔術三種椿の選手の入場です。雨でもないので傘を差してません。はい、はい、続きまして選手の入場です。はい、これが本当のラスト侍、秋広選手です。明らかにウエイトが違いますね。すごいですね。ちょっとこれは侮れませんか。そうですね。はい、続きまして選手の入場、小笠原和彦の片腕、伝説の空手家ですね、川野選手の入場です。拍手よ。そんな感じですね。はい、どこから試合が始まるのかとも全く聞いておりませんが、業界初の試み、スリーウェイ20分一本勝負を行いたいと思います。あれ、ゴングはゴングはお願いします。スリーウェイ20分一本勝負スタート。
これこんな緩くていいのこれ。レフェリーどこですか。レフェリー誰ですか。レフェリー誰ですか。そういえばすいません、レフェリーが誰かをお聞きしていないのですが、僕たち野口さん、自己申告で。あの人誰ですか。バーブさん。バーブさん、ありがとう。はい、本日のレフェリーはバーブさんです。よろしく。バーブさん人気じゃないか。なんか選手より人気ですね、はい、じゃあ、本当にゴングでいいですか。ゴングでいいですか。大丈夫ですか。いいんでしょうか、はい、じゃあ本日もね、解説を、試合中の解説をしたいのですが、僕らがまあ何せ素人なものなので、私詳しそうな人がいるんで、そっち行ってみますね。はい、お願いします。ちょっといろいろお客さんにいじったりするんですが、まあそこら辺を許してください。お願いします。え、バーブさんってどんな人ですか。バーブさんはレフェリーですよ。ああ、なるほど。見た通りね。なんだね、ふざまちょっと。これ、3人が、つまり三つどもえで戦うということですよね。じゃあ1人殴ってる時に横から殴られる可能性があるってこと。そうですよね。それか2人が組んで1人をボコボコにするというのも手ですよね。ありやな、それ。それもありじゃないですか。へえ。あ、レフェリーが怒ってません。下でダメなんだ。すごい村八感ですよ、これ大丈夫。おお、今頭バチコンって言いましたね。つながったね。つながって、つながって、つながってますね。でも誰が優勢なのか全く分からない。分かりませんね。憎しみの連鎖ってやつでしょうか。すごい。これ上から踏むとかもありなんですか。はい、というか私はリングサイドにいる覆面レスラーの方が気になるんですが、本当だ。私めてっきり彼女が選手だとばっかり思ってたんですけども。これなんかこう後ろの方だと見えにくいとかそういう感じじゃない。大丈夫。大丈夫ですか。皆さん盛り上がった場合は総出しでお願いします。もう囲んじゃえばいいんじゃないかな。はい。これバーブ行けって言われてるけど、でも確かにどう見てもルックス的にはレフェリーさんが一番柄が悪い方をなさってますね。やろうやろう。めっちゃ見てますよ。あ、座りましたよ。重なればいいってこと。そうらしいですね。あ、親亀。ああ、これ誰が痛いんですか今の。誰が痛いでしょうかね。両方今ので両方多分蹴った人の心が一番痛いんですね。そうだね。しかもまた休んでますよ体。大丈夫。すごいですね。うわぁ、今ちっちゃい子で痛い痛いって言ってますね。これなんか一緒にいじめられてた、いじめられっ子がさ人を裏切ったみたいな。そんな映像になってきましたが、これはあれですか、巷で噂のボーイズラブってやつですか。ねえ。でいじめっ子どっか行っちゃいましたよ。そうですね。帰ったよ、帰ったよ。多分この2人が最終的に付き合うという設定らしいですね。危ない放課後。そうですね。彼はやっぱりちょっとマッチョすぎたと振られたんでしょうね。ああ、その体位はやばいよ、うん、これどこが決まってんですか今。足が決まってる。足が決まってるんですね。
彼はどうしたんですか？なんかチェーンを探してるらしいですね。なるほど。やっと見つかったらしいですか？あからさまにレフェリーに見つかっております。あからさまに狂気。レフェリー止めるのやめてしまいましたね。はい、やめました。意外と。おお。鎖が。これはあれですね。これはあの筋肉マンに出てきたマッスルドッキングですね。帯を直しておきますが、直してます。冷静な、はい。お二人で両側に誘いかけた場合はやっぱりかからないわけですよね、うん。さあ、タップするか。あ、全員痛いの、これ。全員痛いことになってしまいました。全員痛いの。勝者なしということですね。無理ですね。じゃあ、勝者バーブ？勝者バーブです。じゃあ勝利者インタビューとしてちょっとバブさんに、バブさんにちょっと僕マイクが届かないということなんでちょっとお願いします。結構厳しいじゃないですか。一番心が痛いです。近くで見るとすごい悪い顔してるなんですけどね、僕らが振るとちょっとニコッとしてるんですよ、うん、ちょっと微笑んでる。ちょっと嬉しい感じ、はい、ちょっと可愛いの。まあそんな感じでいいのかな。ねえ、あの僕の足元にトイレっていうあれがずっとあのリングに向けてこう置かれてるんですけど、トイレになってるんですけど、これちょっとあの、はい、誰か片付けておいてください。お願いします。でこの負けた人たちはとっとといなくなってもらっていいですか？はい、そういう感じで、はい、よろしいでしょうか？はい、探してください。拍手をお願いします。痛がってるけどね。これもちろんちょっと最後、はい、あ、友情が芽生えたりしてるわけですね。次？さあ、次ちょっとこれ次ね、なんかね、寸劇非常に司会者としてはやりにくいですね、うん、今のが寸劇じゃないとすると次のをどう寸劇だというのを評価という話なんですがでもなんか次なんかね、劇団セイドゥー、セイドゥーさん、はい、酔ってないんですけどね、あのコードが足にかかってもしょうがないですね。セイドゥーさんでね、はい、演目がフィラデルフィアの丘の上で、何ですかこれ、ハウス子供劇場とかそういう話ですか？そういう感じ。なるほど。だと思う。やっぱり格闘技の中にも、なるほど、うん、格闘技の中にもやっぱり愛が必要だということですね。そうだね。こんな適当なことばっかり言ってていいんでしょうか、僕の人生。セイドゥーってさ、はい、セイドゥー
声優、あ、これはあれですよ、あれですよ、まあはっきりは言えないですけど、いわゆるそういうことですよ。そういうことですよ。声優ですよね。快感ってやつですね。そうですね。いろいろあんまり余計なこと言うとね、あの、はい、濁って仕事来なくなるんで言われたいと思いますが、まあ、あの皆さん含んでおいてください。そういうことです。声優です。声優ですね。はい、フィラデルフィア、ごめんなさい、フィラデルフィアの丘の上で、はい、よろしくお願いします。はい、危ないじゃない、チャンピオンの試合前に。
げなくてどうするんだ。さあ、今日まで頑張ってたのに、お前ずっと見守っててくれただろ。俺はそんな、お前のために試合に出るんだよ。私のためだったの。何言ってんだよ、お前。さあ、お前はね、お前さてはさ、あいつなんかあんのか。細かいからね、2人しか。あ、そこにもちょっと。お前、そういえばさ、元カレも会うとはね。元カレもさ、服装かって言ってたよ。チャリンコで。お前さ、あいは車で来てた。車で来てた。車で、横に練習場があるじゃん。正直に答えろ。そうすると、なんで答えられないわけ。で、冬場とかで、夜も満腹でさ、で、終わった。お前が悪いんじゃねえのかよ、浮気の話を。よりによって俺の対戦相手か。違うの。なんだよ。お前も大した女だよな。もしかしたら警察しに来たわけ。ちょっと分かんない。支配の相手のことは今聞いたわ。そうかそうか。お前の話っていうのはさ、俺に負けてくれって言ったわけかよ。でも、そんな時すぐ泣きながらあいつに心の底からごめんな、ごめんなって。すると英子は、大丈夫だよって笑ってやつを許してた。いつも英子の優しさに包まれていました。守られていました。こんな俺にでも、こんなに優しく包み込んでくれる女がいる。でも、今回 A 子は戻ってきませんでした。電話もメールも繋がりません。チャンピオン戦だから俺のこと気を使って練習の邪魔をしたんでしょう。それとも俺がアポロに負ける姿を見たくないか。それともやっぱりあの日 A 子の話したかった。いや違う、 A 子はそんな女じゃない。俺は絶対にアポロに勝って、勝って英子を嫁さんにするんだ、絶対に。
Thank you.
確かに可愛いかもしれない。おお。金どうしよう。そっちがメインだから。その時幸せだった。あなたは。まっすぐで。嘘が一